次のちょっと下がりました。ちょっと交代してくる。ほら右のボディだ。右のフック顔面に乗っていくチャレンジャー。あのパンチでね、結構倒してますからね、ジョッキーは、はい、ショートの右フック怖い、はい、打つなら左を上げながら打たれる。あーっと右のアッパーは空振り。デビューから破竹の勢いで勝利し、東洋太平洋王座を6度防衛。1995年12月19日、無敗のまま24戦目で世界初挑戦。前評判では100戦を超える王者が圧倒的有利。試合は3回、竹原が左ボディブローで、これまでダウン経験のない王者からダウンを奪う。ダウンから立ち上がった後は一進一退の攻防が続き、終始打ちつ打たれつの激戦が展開されたまま試合は終了。判定の結果、竹原が勝利し、日本人初の世界ミドル級王者となった。2017年においても竹原以外にこの階級及びこの階級より上の王座を獲得した日本人選手は存在しない。その6ヶ月後、初防衛戦に挑むも9回 TKO 負け。その後網膜